皆さんこんにちは、ニュースチャンネル長谷川幸宏です。今日もは高橋陽一さんと2人会です。今日もリモートなんですけど、高橋さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、前回のちょっと続きから入りたいなと思ってるんですけど、その映画じゃなくてネットフリックス新聞記者、この話結構盛り上がったので、これから始めたいんです。それでちょっと話の振りですけど、実はこのモデルになったと言われている東京新聞の望月磯子さんの新刊が、本が出ておりまして、それをちょっとご紹介したいなと思うんですよ。これちょっと映ってますかね、これ。これ見えます？これ Kindle でね、このさっきダウンロードしたんだけど、これ角川から出てる報道現場っていう本なんですよ。で、まあ、ここに何ていうか、社会が激変しようとも、権力者が隠したい事実を明るみに出す。私の仕事は変わらない。まあ、こういうことが書いてあるのね。それでですね、高橋さんご存知かどうか、この本ね、実はこの間ここでも取り上げたこのネットフリックス新聞記者の話がね、実は出てくるんですよ。どこで出てくるかっていうとですね、なんとその東京新聞のその協力を求めたっていう経緯がですね、これ実は出てくるのね。それで、そこのところちょっと読んでみますと、実に興味深いんです。こうやって書いてある。コロナ禍ではあったが、PCR 検査を毎日行うなど、感染対策を徹底するということなどを条件に、最終的に東京新聞の菅沼健吾代表も承諾してくれたと。ね。菅沼って、まあ私も存じ上げてるんですけど、まあこの代表が承諾してくれた。で、次なんです。次に、この菅沼代表のコメントが鍵括弧付きで直接引用されてるんですね。何と書いてあるか。若い人にも共感を持って読まれる新聞とは何か。新聞業界やジャーナリズムというテーマにしっかりスポットを当ててくれていると。せっかくの機会だから、提供しないとな。これ提供しないとなって、東京新聞を使わせてほしいっていう、編集局使わせてほしいっていう依頼を受けて、せっかくの機会だから提供しないとな。鍵括弧受けと。こうやって書いてらっしゃるわけね。それで、その次、菅沼代表が後に OK した理由をそう教えてくれた。本当に嬉しかった。こう書いてあるんですよ。だからさ、東京新聞はさ、この映画の中身さ、しっかり分かっていてね。それで、この若い人に参考になると、いい機会だからって言ってし、どう思うこれ。何もうバカ、潰れるね、東京新聞。すごいよな、これ。いやいや、これね、まあ、菅沼さんもね、まさかね、望月さんにこんな話ばらされるとちょっと思ってなかったんじゃないの？はっきり言うと。もうあれなんじゃないの？だってさ、この望月さんも雲がかりしてんでしょ？と、雲がかりっていうか、この件についてはコメントしてないの。コメントできないでしょ？誰もコメントできないんでしょ？これ。そうそうそう。望月さん。もう終わりだよな、こんなの。すごいよな、これ。この本ね、去年、ちなみに去年の10月の発売の本だから、多分ね、こんな騒動になるとはね、思ってなかった。バカだね。もうむせちゃうよ、私。まあさ、長谷川さんには悪いけどさ、もう新聞記者とかさ、そんなのはさ、もう本当に、無能の塊だね。全くこういうのって先が読めない人ってこうなんだよな。いや、もうあなたにそう言われて私も二の口がないよ。ね、まあ、なんかこう、私が怒った理由わかるでしょ、前回。私だってさ、曲がりなりに新聞業界出身で、しかもその東京新聞出身だからね。ここまでとなるとさ。まぬけなんだよ。それでさ、なんかさ、選びっていろんなさ、くんたれるけどさ、取材力なんか全くないじゃん。
もうね、本当にさすがにね、もう私もさ、もう40年間もね、40年以上も席を置いた新聞社がさ、もうここまで来たかと思うとさ、もう本当にもう力が抜けるわけ。もうがっくりだよ。うん、もうだってさ、新聞記者ってさ、東京新聞でさ、社を挙げていろいろやったけどさ、うん、はっきり言って、もう森友の話一個すら解明できないんでしょ。そうそうそう。いやいや、その通り。それでね、高橋さん。今日ね、ぜひあなたに聞きたかったのはさ、高橋さん、ほら、自分のチャンネルでもなんかお話になってたけども、うん、そうだよ。なんかさ、内部告発らしき情報があなたに提供されたんだって、ちょっとそこも。うん、森友の話をね、まあ、現代ビジネスなんかに書いたりね、あと本人も書いたんだよね。そしたらね、そういうの多いんだよ、はっきり言うと。多い。それでね、多いの。うんうん、だってほら、私さ、その森友の話で、なぜ値引きかざるを得なかったかっていうのを、もう、ズバリ当ててるわけよね。それで、まあ、競争入札をしなかったっていうのが、まあ、事務ミスなんだけどね。だってそれだけ、はい、そういうふうに単純な事務ミスなんだよね。それで、本来であると、ゴミが埋まってることを前提っていうか、それを開示して競争入札っていうルールがあるから、はい、それをしなかったっていう事務ミスなんだよね。だからそれでもこの話っていうとさ、もうあれでしょ、昭恵さんのためにレピーターっていうストーリーが崩れるからさ、マスコミの人一切触れないじゃない。触れないね。ああ、それで。うん、うん、だからそれで、ね、それを書いたと。そしたら、そうそう、それを書いたら、もうたくさん来てるよ。来たわけね。これで、ね、内部告発らしいのか。うん、内部告発。内部告発、通報だよね。今回もまた来たんだけど、そうそう、これは、だから高橋さんの言うの全く正しいですって言ってね。それでね、今回来たのは、あれだよね、さらに、このルールを作ったのは、ルールを作ったっていうか、被告関与したのは、今官邸にいる何々氏ですって言って、その何々氏をよく知ってるはずだし、だから高橋さんの話よくわかるはずだから、必ず岸田さんとかそういうのに説明してるはずだと。それで、許諾とか言ってね、これ、民事訴訟をしてたわけよね。亡くなられた方が、はいはい、国と、あと佐賀局長で、損害賠償を訴えてたんだよね。あ、そうだね。はい。訴えてたんだけど、急にあっさりと引いた、国は引いたわけね。認めちゃったよね、確かね。1億いくらってのね。1億いくら。うん、そうそう、1億いくらなんだけど、その経緯は、実は、裁判続けていったらね、恐怖入札をしなきゃいけないっていうのが明るみに出ちゃって。バレちゃう、うん。バレる、必ずバレると。それで、もうそこはもう、立ってらんないっていう状況になるから、それでもう、もう認めて終わりにしたんだっていう話も書いて。これで、言葉遣いがね、言葉遣いで、まあ、普通の素人の人じゃないっていうのは私はすぐ分かるわけ。役人の用語をきちんと知ってて、きちんと書いてある。なるほど。で、おそらくだから、財務省の関係か財務省の人だなと思ったわけ。まあ、あなたも理財局いて国有財産なんか扱ってたことあるだろうから、分かるわけね、そういう用語が。分かるよ。だって普通の人知らないから、その用語をね。何個かあったから、それで、誤字脱字も全くなくて、ものすごくきちんとした、こういう本みたいな文章だったもん。なるほど。だからこういうのは、ほら、一般の人が私文章も見てて、まあ、YouTube やってるといろんな人が書くもでしょ。で、普通の人の、なんか文章っていうのはもう、文章になってないからよくわかんないんだね。でもね、その人がものすごくきちっとした書いて、もうこういう文のような書き方だったから、もうすぐ、この役人か、それに近い人はすぐ分かりましたよ。なるほど。で、ルールの話もきちんと理解してたから。なるほど。でもさ、新聞記者のさ、人ってさ、ここで書いてないんだよ、誰も。書いてないよ。それでもあなたさ、もう当時森友がギャンガやってる時から現代ビジネスする書いてたよね、その話。きちっと書いてるよ。それでこの話は、ちょっとテレビでね、ワイドスクランブルで言ったことあって。うん。うん。その時には財務省からすぐ抗議が来たもんね。ちなみに、ちょっと聞くんだけど、そのルールっていうのは、我々外部の人間、新聞記者が調べて、見つけようと思ったら見つかるものなの？まあ、
そのルールが明文化されてるかどうかは私にはわかん、ちょっとそこまでわかんないんだけど、ただ、普通の国有財産の処分の仕方っていうのは、会計法かなんかにきちんと書いてあるわけね。うん、それで、予決令って言って、これ政令ですごくきちんと書いてあるから、それを読むと、こう、私がさっき言った、埋まっているものを前提として入札っていうのはすぐわかるんですよ。だから別にルールがなくても、自然に出てくる話なんです。なるほど。予決令ってのは予算及び会計令だったっけ？そうそう。だからそういうのを読むと、これは一つの応用問題みたいなんだけど、いろんな原則あるでしょ？そうすると、はいはい、こういう時にはこういう処理っていうのは、ルールが書いてなくても分かる人は分かるんですよ。ああ、はいはい。だから、そういうのは、多分マスコミの人ってこれ絶対分かん、できないでしょ？要するに、こういうルールだからこうなる、こういう処理になるですっていうのは、書いてないと分かんないってレベルなんだけど、こういうのを聞けばすぐ分かりますけどね。ああ、そういうこと。そういうものか。そう。で、それはね、どうもね、内部文書であるらしいんだけどね、私の垂れ込みのいろんなことを、総合すると。あ、なるほど。でも内文書なくても、こういうふうな予決令の前提からそういう答えになるってことは、それはすぐ分かります。あ、分かるわけね。そこはちゃんとついつまが合ってるとか、終始一貫したルールになってんだ。だから、明文があるかどうか別として、そういう答えにしかならないから。なるほど。だからそういうのは、この案件見たときすぐ分かったんで。そうか、でも、なんかあれでしょ？マスコミの人って朝日新聞だけどさ、これあれでしょ？なんか匿名の電話があってね、国有地の話なんだけど、売却価格は書いてないっていう匿名の電話があって、それでちょっと調べたら、昭恵さんが校長に、というかね、そういったったからみんな色味来たっちゃったんだよね。ああ、匿名の電話でもみんなもう、これはもう、総理の関与で、もう、何点かな、値引いたんだって、全部思い込んだんだよね。なるほど。じゃあ、でもあれか。結構喜んじゃうんでしょ？そういうストーリー。でも、その時に、例えばじゃあ、理財局の叱るべき担当部署に、こういうゴミが埋まってる場合の処分の仕方ってどうなってんですかってことをきちっと聞けば、おのずとそのルールはわかるわけね。すぐわかる。わかる。でももう、最初からさ、その、ゴミで値引いたのが、総理のね、夫人の関係があるって思い込んでたから、一切それが抜けてるんだよ。ああ、そういうことか。なるほど。私はだから案件見たときに、あ、これ、なんで値引くの？入札すれば値引く必要ないのにってすぐ思ったくらいなんだよね、これは。なるほど。はい、はい。それはでもさ、あれでしょ？この新聞記者の人が誰もそれが分かんなかったでしょあなたの指摘があったにもかかわらずな、当時。それでね、これマスコミの人に結構言ったの、私。あ、言ったの？言ったのけど。教えてあげたわけ、ね、教えてあげた。これこうだよ、つって。でもね、全然ね、いやいやいやとか言ってね、否定もできないんだよね。あ、何？それ追求する、してる人たちに教えてあげたの？教えてあげた。うん。ああ、そういうこと。あ、ということは、じゃあ、その追求してる人がそういうことなんだなって思っても、そこで虚心坦懐にその話で深掘りするんじゃなく、自分たちのストーリーに合わせて記事を乱発していったって、こういうことか。全部そう。うん、ああ、なるほど。で、そういうのっていうのは、あれなんでしょう、新聞記者の人ってよくやる話でしょ。まあそうだよ。だって、初めストーリーありきだから、まず。そうでしょ。だからもうそれ以外は頭に ないっていうかさ。もうこれ野党の議員もみんなそうだったよ。あえてもう一言言っとくと、そういうふうにこう思い込んで取材は大体スタートするもんなのよ。まずね、ニュース価値って考えるから。でも取材してるうちに、まあ例えば高橋洋一さんにぶち当たったと。そしたら高橋さんからこういう説明を受けたと。それでそこで、そんな話があるのと思って、じゃあ今度はそっちのルールっていうのを調べてみようかなって言って、そこで方向転換してだんだんと紆余曲折を経ながら、まあ真実にまあ迫っていくっていうのが、まあ私の習ったというか私が理解した普通のジャーナリズムの方法なのよ。でもそれがね、できなくなってるってことだな。今の話だと。うん、全く。だからもう最初からストーリーやると、答え教えてあげてるのにさ、全然できない。答え、そういうことだな。そういうことだ。答え教えてあげてるのね。ああ、まあ、そこがもう完全にダメになっちゃってるんだ。じゃあ。まあ、財務省もちょっとひどかったんだよね。要するに、これをテレビで言ったときに、もう、まあ、ワイドスクランブルだから生だったわけよね。それで、まあ、化粧落としてすぐ、タクシーで帰ろうとしたら、もう、なんかテレ朝の出口のところで、なんかプリ、なんかディレクターから電話があってね。今、
財務省からすごい抗議ですって言ってさ、びっくりして感じで、余計失礼で40ページぐらいのやつを送ってきたんだよね。ああ、ファックスかなんかね。アメリカ。びっくりして、ファックス送ってきたって言った。だから、だから、まあ、財務省もなんか、生で私のやつを待ち構えてたんだよね、おそらくね。あ、まあ、そういうことだね。うん。それからすごく、まあ、だから、財務省もあの佐賀の例でわかると思うけど、まあ、すごい恥ずかしいからね、事務ミスだから。結構隠したかったのかもしれないよね。ああ、そうか。彼らは自分で、まあ、自分たちのミスだってことはわかってるんで、うん、で、要するに、じゃあ、まあ、ピリピリしてたわけだ。ピリピリしてるよ。うん、でそこに高橋さん、理財局のご中身分かってる高橋さんがそういうコメントしたんで、本当のことが出ちゃったんで、もうピキッとなっちゃったんだな。それで送ってきて、うん、それで、でもね、私ちょっと変に思ったのは、その話はこういう話するって事前に言ってあったんだよね、テレビの人には。ああ、はいはい。うん、なるほど。で、それで、役所に抜けたような感じもするんだけどね。だって、すごい早くて、あんな大量の資料は、すぐ送ってこれないと思ったよ。ああ、なるほど。じゃあ、事前の打ち合わせの時に高橋さんからアイデアを聞いていたので、それをちょっと事前に財務省に流しといて、当てたんだ。これ反論あったら流してくださいとでも言っといたんだ。かもしんないけどね。ああ、そう、その感じもあるな。よくやるでしょ、そういう。いや、よくやる、よくやる。そうやってほら、喧嘩が始まる、どんどん、火事が大きくなるから。うん。でも、結果的にはでも、あれだよね、その後、ワイドスクランブル、私ほとんどもうお声噛んなくなったけどね、そっから。で、それでその、余計すれさ、ディレクターさん読み上げたわけでしょ。ああ、余計すれが来たのすぐ分かったんで、だから、ディレクターがすごく焦ってたから、でも、原則はそこに書いてあって、競争入札ですよってことを言って、それで、実はでも、なんか、教育の土地はね、瑞慶にできるって書いてあるんだよ。はあ、教育の土地は。教育とかそういうのは瑞慶にできるって。でも、今回ゴミが埋まってる時には瑞慶にしちゃダメなんだけどね、本当はね。まあまあ、そうだろうな。うん。ゴミが埋まってたら競争入札しなきゃいけないんだけどね。そういうふうな原則は私は間違ってませんとできるだから、これで役所の方の説明は瑞慶でいいんだっていいんだって、そういうことを何回も何回も言ってたらしいんだけどね。この話はね、実はね、自民党議員もみんな財務省に言ってたよ。はあ、なるほど。だから瑞慶で間違いないんだって。間違ってるよって言ったんだよ。要するにゴミが埋まってんだから、競争入札にしなかったらダメだよ。なるほど。うん。だから、そういうふうな基礎の事務処理を間違っただけなんだけどね、これはね。ああ、ということはあれだな。じゃあ、財務省も、その間違った弱みがあるから、それを隠したいあまり、まあ、これでいいんだっていう話にして、そう。それで、文書の書き換えまで行っちゃったってこと。そう、行っちゃった。そう。ああ、なるほど。だから、うん。すごく、佐賀、局長がもしかできたら途中でやり直せばいいだけなんだよね。これちょっと。ああ。要するに手続き上ミスがあったからって言って、競争技術でやり直せば、もうどうってことなかったんだよね。ああ。その場合はさ、あれ、誰か処分するってことは免れなくなってくるの？まあ、ミスだから、でも国葬がないから、別に大した話じゃないんだよな、はっきり言うとね。ああ、はい。要するに手続き中やって、多分0円入札になっちゃうんだけど。まあ、じゃああれか、仮に代金払われていたとしても、それをそっくりそのまま全部返して、うん、そうそう、もう一回ちょっと申し訳ありませんでした。手続き上のミスなんで、これはなしにして、初めからやり直しますっていう。それで済むわけだ。そう。それで、籠池さんも、なんか9億出して8億ぐらい値引いてもらって、1億ぐらい持ち出してんだよね。ああ、はい、はい。で、あれ、入札かけたら誰も入札しないで、籠池さんが0円入札で終わってると思うよ。0円、つまり0円で取っちゃ、買っちゃった。うん、うん。あれはだから、入手しちゃう。東の土地、豊中に行った時もほぼ0円なんだよね。なるほど。うん。だから、それは地方自治体だったから、これは補助金で返すしかなかったから、補助金で返してんだけどね。ああ、ああ、こういうのは、簡単にすぐ分かるような話だったんだよ、これね。なるほど。そうすると、当時のあれだね。やっぱりまあ、近畿理財局がまあ、現場だけど、うん、財務省理財局のその全体の対応が、まあ、要するにミスがあり、そのミスをことするのに無理して、で、話がどん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 よじれていっちゃったっていう。うん、そうね。ああ、そうするとこれはあれか、理財局長、最終的には理財局長の問題っていう話か。
まあ、国有財産だから近畿財務局長なんだけどね。あ、近畿財務局長。理財局長知らなくて、だから上がってきたときに、もうやり直してって言えばよかったってレベル。ああ、そうか。そしたら理財局長の責任にはならんのだ。近畿財務局の問題だ。そうそう。それでやり直せって言ったら、まあ、やり直してってことで大した話じゃないからね。大した話じゃないね。丸く収まって、うん、みんなハッピーだった。あ、そうだね。確かに。うん、そういうふうにできなくて、もう、なんかマスコミたくさんなっ、もう盛り上がっちゃったら、もうちょっとやりにくいよね、なるほど。そういうこと。うん、すっごい簡単な案件なんだけどね、これはね。なるほど。これを望月さんたちの新聞記者を2年以上やってたんだよ、これ。そこおかしいでしょ。おかしいなんてもんじゃないな、これ。いやー、この間も言ったけどさ、中日新聞社の社是はね、真実、公正、進歩的なんだよ。ね。真実から程遠く、公正にも程遠く、進歩的ってはっきり言って意味不明だけど、なんじゃこれはっていう感じだな。記者の基本ができてないっていう感じ。それで誰も、なんていうの、真実にたどり着けないから、うん、それで、もう、いくら言ってもさ、全然、なんていうの、本当のこと言えって、ずっと言ってるだけど、本当のこといくら言ってもさ、要するに安倍さんが出てこないと満足しないって、それだけだったよ。まあ、そういうことだね。うん。ひどい話だな。こんなことをやってるんだよ、新聞記者。いや、まあ、もうこれ全部もう2年前に終わった話だから、まあ、はっきり今だから言うけどさ、私もね、実は森友事件ってなんかもう本当筋悪い話だなと思ってね、私はまあ新聞記者でありながらこんなこと言っちゃなんだけども、こういう話はね、私あんま好きじゃないの。はっきり言って。あんま大した関心もなかったから、そんな熱心に頑張ったりしなかったんだけども、高橋さんあれだよね、この現代ビジネスなんか当時からさ、精力的に書いてたよね、やっぱりね。あんまりにもマスコミがアホだから、だから正しいこと教えてるってだけなんだよね。なるほど。うん、あれか、理財局からも誰も言われたことないし、多分。でもまあ、要するに、フルスの理財局の話でもあるし、それで一体真相は何なのかなっていうことには、うん、まあ、あなたは関心があったっていうことか。真相っていうか、事務的にはすごく簡単だったよ、正直言うと。競争入札をしなかったっていう、その、単純に言えばそれでおしまいだもん。ああ。なるほど。あまりに単純な話だな、しかし。あんまりに単純。だから、それで、うん、途中でやり直せばいいのになと思ったくらいだったけどね。なるほど。ああ、そういうことか。うん、ああ。だから、すごく、だからさ、もうなんか新聞記者って、望月さんがさ、すごく力んでやってる話って、すごく単純にすぐ終わっちゃうんだよ。そうだよな。さ、ちょっとまあ、あなたの立場分かった。で、その役人の立場ね。まあ、あなたに、いや、あなたのおっしゃる通りですよって今回通報してくださった方もそうだし、それから一方、隠した側の、まあ、理財局はじめ、金利財務局のこういう立場もあるだろうけど、役人の皆さんはこの問題どういうふうに眺めてたと思う？まあ、いろんな立場？いろんな立場があって、あれね、多少当事者の人だったら隠したいなと思ったかもしれないけど、もう、話が大きくなりすぎて隠しきれなくなったなって、最後だから解散まで行っちゃったんだろうけどね、おそらくね。そういうこと、うん。そういうこと、うん。でも、理財局経験者の中にはさ、あなたと同じようなことに気がついた人も結構いたんじゃないの？いたよね。多いと思うよ。多いよな。だって実務家から見たら。うん、実務のルールを逸脱してるっていう、それが原因だ。すぐ分かる。分かるよね。すぐ分かる。分かるよね。うん、あ、でもそのことは、まあ、当時あの雰囲気の中で、まあ、言い出しかねてっていうことだったんかな。うん、だからあれだよね、ああいう時に、まあ、だから理財局長ぐらいだったら、まあ、言い出してもいいんだけど、ちょっと下の人はなかなか言っても無理だろうね。うん、あ、そういうことか。うん、あ、なるほど。もう自分に関係なければいいやって感じでやってたんじゃないかな。あと、まあ、理財局の中にいても、結構分かんないやつもいるんだよ、正直言うと、これ。はい。もうルーティンのようにやっててね、それでね、ちょっとね、ネックになってるのは、その、学校用の土地っていうのは随形が多いのは事実なんだよ。ああ、なるほど。うん。それは随形、だからもう学校を随形と思い込んじゃったのかもしれないね。ああ、なるほど。そう、それだからなかなか競争入札で発想が出なかったかもしれないね。
なるほど。うん、あ、じゃあ、あなたはさ、これ、なんで、ね、これ、共存印刷が筋だよねってことを思って。ヌード知ってるからだけだよ。そういうこと。やっぱ要するに、会計法から導き出されれば、こういうことになるだろうっていうことか。うん、絶対だ。もう、なるだろうじゃなくて、もう 100% そうだ、すぐ分かる。なるほど。うん、答えはこれしかないってすぐ分かる。あなたさ、ほら、現代ビジネスのコラムにお書きになってたけども、会計法で考えれば、その、共存入札だっていうのがまずあり、ところが、そのさっきのから出てる予決令、予算及び会計令、これは例外規定をものすごくたくさん書き込んじゃっていて、そこでその随計でも OK よってことをやってる。それ自体がおかしいんだよってことをあなた書いてたよね。そう。だから、まあ、こういう時には、競争入札っていうのが、まあ、一番答えとしては簡単なんだよね。要するに、価格はどうなっても手続きさえ良ければ全く全部正当化されるから。なるほど。うん、だから競争入札なの。随件にすると、要するに、裁量が入っちゃうから、後で結構大変なんだよね。ああ、そうだね。うん。うん、だから、一人の入札でも競争入札にしとけば、もう終わり。ああ、手続き上ね。うん。随件にすると価格を弾かなきゃいけなくなっちゃうな。大変なんだよ。価格弾く方がめんどく、大変なんだよね。めんどくさい、ね。合理的な話をするのは大変だから。うん、そうだよね。うん。うん、だからもう、ありのまま言っといて、まあ、予想入札にしとけば、どういう価格になったって全然誰も、傷つかない。なるほどな。いや、まあ今回はね、そういう、まあちょっと、まあ、ゴミの入った土地のバカバカしい話だったけども、なんかさ、私、こういうことでね、日本国家が動いてくるっていうのは、言ってみるとちょっと怖い話だよね、と。つまり戦争やるときに負けるって分かってるのにさ、戦争突っ込んじゃったら、まあ実例があったわけじゃない、うん、こういうことがさ、日本国でね、まあ未だにこういうことが起きていて、で、マスコミもそれでなんか真実はどっか行っちゃって突っ込むって、怖い国だよね、この国は。だから、誰かっていうかさ、でもこんなマスコミってさ、でも自分のストーリーと違うとずーっと言ってんだ、なんなのこれ。なんなのこれ、まあ、だからさ、そういうもんなんだよな。怖い話だよな。これね、追求してたね、毎日の人とかそういうのたくさん結構知ってるんだけどさ、うん、なんかもう、病気みたいな感じでさ、変質狂なんだよね、もうね。何、その毎日新聞の人があなたに取材に来たの？そうそう、合理性とか一切ないんだよね。ああ、とにかく自分のストーリー都合いいコメントばっかり届こうとしてるからさ。あなたにコメント求めるわけ。そうだね。ストーリー違ってんじゃない、何回も言ってるのに分かんない、ね。そういうことか。なるほど。だから私なんかロジカルの方だから、前提が違ってたらもうそっから先意味がないと思うくらいですよ。まあ、そうだね。この間も言ってた。そうそう。でもそれで平気なんだよね。なるほど。信じがたかった。そういうことか。でも役所の方もさ、合理的に説明しないから信じがたかったし。まあでもあれかな、逆に言うと今回通報してきた人はさ、やっぱ高橋さんはさ、やっぱり本当のところ分かってるよねと思って、で、やっぱりこの際こういうことをね、やっぱり世の中に明らかに しとかないとまずいよね、これはっていうのを思って、やっぱ通報してきたんだろうな。そうでしょうね。まあ今回結構、役所と申し切る人は結構多かったんだよね。結構多かった。その人だけじゃなく。結構多かった。なるほど。そういうことか。やっぱり、ということは、この国のそういう病みたいなものを飢えてる人も、やっぱり霞が関にはまだいらっしゃるってことだね。ええ、だから、上に立つ人が結構バカだっていうのが、最近多いんだけどね。うん。下の方では賢い人もちゃんといるような気がするんだけど、うん、上に立つ方でバカだって、アホみたいな決定、今回の岸田政権で多いけどね。わかりました。ちょっとじゃあ次回。まあ、とりあえず今日はここまでにしまして、はい、次回はその岸田政権のそのアホな話をちょっとやりますか。じゃあとりあえず、いや、今日、この話、今日のこの話で、今回のこの森友事件、それからネットフリックス問題の、この新聞記者問題のこのバーバーがした、本質がね、かなりもうこれで ほぼ尽きたかなっていう感じはいたします。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。